いや、まだ、まだっすね。なげ。じゃあ、ここがもう、100いる。100います。ん？最悪武将やってる。逃げ道がないか、罪悪武将なんですかね。ちょっと、兵力を温存しましたからね。といっても、孫霊が、こもりだろうね、相手は。あ、いや、これどうかな。冠水なんか能力低いな。弓持ってるキャラいたっけ。わからん。100ぐらいで、ボスの方が強いもんな。金ちょっと、兵糧ちょっと、攻め込んだよ、立てこもったよ。さあ必須で圧倒してます。あー、上に登ったか。めんどくさいな。全員倒す。予想通りというか、なんというかあれっすよ、みんなどうせ落石持ってんですからね。はあ、そっか。頼むから来るか。ああ来るな、こりゃ。とりあえず登る。これもう、やむえんよ、一発食らうのは。しょうがない。やべ、上塞がれた。最低。くそーいかん。右側から登っていきましょうか。こっち、はしごかけます。
馬鉄長円、じゃあダメですね。馬長宝徳、あ、宝徳持ってる。よっしゃ、奴は落石は持っていない。ちっちどうしたな、バカめ。ついに上りを許したな。攻めづらい、この城は攻めづらい。次のターンを抜いてくれるかな。抜いた抜いた。よっしゃ、やっと登れた。すっげえ大変だったっすよ。馬頭が逃げた。突撃じゃーい。突撃じゃい。突撃突撃。いやー、こうやってバンバンやっつけるのは気持ちがいいですね。突撃突撃。逆にやられた。一応突撃。捕まえた捕まえた。攻撃攻撃。いや、バトン強い。ここは訓練度低いのに。ほら、つえつえ。まあでも勝つんだけどね。突撃捕まえた。勝利。伊賀さん、あれ、あ、ダメ。みんな仲間になってくんね。どいつもこいつも仲間にならねえ。そう、今ここに散ると。残念でした。すごいっすね、僕ね。工業ゼロ。法要が14人いますから結構多いっすね。ちょっと待って、長所を連れていきましょう。アドバイス欲しいっす。
金券長所2人とも。純肉が欲しい。ああダメかい。じゃあ誰ならいいんだよーって。序書おいけるって。剣道の師頼む。おやったねー。になってくれ将軍。序章すごい万能ですな。テイク70歳。ああダメ。なかなか良かった気がするけど、なんか仲間にならんすね。海越全然仲間だ。剣道の師そうですか。ちょっと劉備殿をこちらに移動させましょう。虚偽がまあまあ中性度上がった気がするけど、中性度それなりに高かったよね。あ、100やった。よかったよかった。大将劉備にやらせる。すごいね、金と兵糧めっちゃあるんだ。すごいあるから全然余裕っすね。余裕っていうことで、どうぞどうぞ。こちらの方に移動しましょう。この優秀な皆さんは金兵糧兵士。ああそっか、しまった。こやつでよかろう。
その人たちを北に向かって移動させましょう。米士補充してあげよう。全然増えてねえな。実行中だ。106。全然増えないですね。能力不足ってことなのもあるんだろうけど、補充できるような兵士をゲットできない。ここで調達してくれたまえ。現地調達、現地調達。まあ、いっかな。お。白曜、可否。ああ、非拒否。こう、やっと訓練が終わった、終わった。お疲れ様でございます。もういい加減にしよう。今度こそ攻め取りますよ。攻め取ってしまいたい。これいいか。金1万、兵糧1万。あ、こんな立てこもった。なんだそれ。変なの。お、来た来た。寝返りじゃ。素晴らしい。40ダメじゃちゃいますな。40。今度は勝ちますよ。素晴らしい。埋伏の族最高。突撃。あー、乱暴すぎ。優秀ですな。20ですから。強運隊と引きを取らぬ活躍を見せてくれる。立派でございます。さあ、どうする？あ、逃げた。勝利。
うん、歩兵出場0-0っすからね。攻められたらたまらんっすな。攻められたくないですけどね。一番ここからこやつだけで金兵糧すべて持って移動しちゃう。揃って移動してくれたまえ。投与しちゃうよ。馬長ゲット。お、馬長は OK だって。だってさ、お、名前た。食の五光将軍ゲットですね。もうついに核ゲットしよう。核。終わってくれー。お、いいね。すごい勢いで投与が決まってますけど、純育調子に乗っていきましょうか。ほら、純育も OK だそうです。こやつはいかがじゃ。吉報加わっていただきたい。能力が低いからかな。強いんだっけ。まあまあ、加わっていただきたい。お、仲間やった。こうね、国が滅んでしまった捕虜はもう仲間になる率超高いってやつですね。を軍師に、ああ地中核将軍馬長報徳担当地中核やな。そうしょ、そう、えい、
なんていうんだっけ、剣道の師、頼むで。まだ曹操軍は、曹操じゃ、曹丕か。ちょっとガード硬いっすね。王兵、加わっていただきたい。お、名前た。このあたりで。加わっていただきたい。いいね、いいね。バタイも仲間に入れよう。終わっていただきたいんです。褒美しまくろう。ひえー、忠誠度低い。100くれてもいいっすよ。もうかね、うわっ、いやいや、施しちゃった、びっくりした、びっくりした。忠誠度31かと思った。忠誠度が1回めちゃ低かったなーって記憶残ってるのは、あの何なんか登用した時ですかね。あの敵のところを徴兵、徴用した後はものすごく忠誠度が減ってて、びっくりしたよという記憶。全訓練増えませんな、訓練度が。もう黙って言われたことをするだけみたいな感じですな。ザイエ武将がいた。シュウオウ。加わっていただきたい。お、仲間になった。金が少ないっすね。うん、そう思います。あー、みんな優秀キャラ。ちょっと一人ぐらいお留守番がいてもいいよね。あー、みんな仕事あるんだ。
が一人、こちらの金魚に、これでいっか。金持ってかなくていいか。まあいいでしょう。移動します。金も兵糧もちょっと持っていきましょう。さてどうした、今回してやる。とりあえず訓練だけしときましょう。調料投与したいよ。お願いします。してるんだよ。やったね。やっとイエスと言ってくれたね。ちょちょも仲間にしたい。探しておいででございます。タムキ、残します。そうですね。輸送できるんだっけ？ここ、金余っとるん。これは一人いた。誰だっけ？ああ、ソークマ。どうかね。ああ、ダメだった。そっけー。低いキャラにはやらせられんすよね。異元を移動させます。異元って82、独立しないとは思うんですけどね。勝手に独立。金
ね。ちょっと持っていってみ、人口は多いっすけどね。適当でいいっすか。あ、訓練したっけ。しないね。いや、まあ、あ、しまった、移動するの忘れた。失敗した。公明移動してないっす。楽園悪いわさ。へえ、そうですか。また来た。超高変換、拒否。9月か。また行ってきた。またこの関東解説を。もうめんどくさいっす。早く滅ぼして差し上げたいっすわ。どうしようかな、もう。なんか言ってたけど無視しちゃった。無視しちゃった。何マイフク、いいよいいよ、もう攻めよ攻めよ。紹介。174、80、94。金、強炉、攻め込みます。ですか。お、いいですね。じゃあ、よい。8600か。まあ、だいたい倍と。1号と。能力にも差があるということで素晴らしいですね。ただね、この金銭様はこれが持ってるからですね。家計を持ってなおかつ歩兵が丸だったというところが、まあ救いがありますな。丸ってことは玉璽を持ってたら強いってことですかね。ちょっとバチバチやっただけで全然倒せますよ。あ、もう逃げるし。はい、攻撃。もういい、突撃。青青。ああ、倒しきなかったっすね。
まあそれまたよし。突撃じゃい。はい、勝利。東洋。あら、そうなんだ。捕虜にしあげよう。仲間になった。